マジでさ、マジで超絶だるいんだけど、普通に。なんか、うん、あの、あ打ちとかいう気持ち悪いやつ、マジで。死ねえよ、本当に。ガチでだるいから。多分俺のために死んでくんねえから、あいつ。うん、こんばんは、んこそば。うん、ガチうぜ、普通に <coughs>。うん、マジでムカついたわ。なんか久々に、うん。腹立つこのクソガキと思って。うん、こんばんは、んこそば。 なあ、あのガキあのガキなんなんガチで。うん。普通に。<laughs> ちょっとこれ、これが外れ、外れない。うん。いや、マジでだるくない普通に。あのクソガキえ、なんかさあ、夕方に俺配信してたの。したらなんか、外配信だったんだよ。普通に。うん。そう。外配信してて、うん。なんか久しぶりのやついるやん。うん。いや、ほんとさ、あのー、<coughs> な、外配信しとってさ、ほんでなんか、あの、あゆちとか言うさ、シャブ中からさ、なんかすげえスタバック来たの、LINE に。そう。普通にさ、俺相談、相談以外受付でつってる LINE でさ、スタバックしてきてんだ、ね、よ、普通に。マジで。うん。でそれで、配信中だよ、しかも外配信だよ。それでスタバック来てんだ、ね、よ、LINE で。そう。普通、だると思ってさ、普通にブロックするやん。したらなんか逆ギレしてさ、 なんか。おうん。で、なんか、あのー、謝罪に来る来ないみたいな話になって。まあ、アーカイブに全部残ってるけど、普通に。そう、謝罪に来る来ないみたいな。いや、普通にだってこっち配信中で、しかも外配信やっててさ、で、スタバック来られたらさ、普通にさ、普通ブロックするやん。普通自然じゃないなんか、あたかも俺が悪いみたいになってんのよ。で、最後のさ、ツイッターにも載せたけどさ、そう、ツイッターにも載せたけど、なんかさ、あの、生半可な気持ちで、 なんか、あの、相談やってんじゃねえよ、みたいな。はっていうか、それが相談に乗ってもらおうと思ってる側の態度かよ、カス。しねえよ、マジで。うん。そう。マジで気持ち悪いんだよね。そう。で、ブロックか違う。で、一回、うるせえからなんか、囲い使ってなんかコメント欄でさ、ああでもね、こうでもね、言ってるからさ。だから、俺もさ、あの、一回は俺解除したのよ、ブロックを。そう。 え、ブロック解除したんやで、俺。おうん。やばくないブロック解除したの。そう。そうしたら、なんか今日は機嫌悪そうだからやめとくわってなったの。いや、しかもしばらくやで。しばらく俺待ってたんでブロック解除して。おうん。いや、まじまじ。うん。え、やばくない普通に。しばらくか、ま、解除してさ、しばらく待ってたの。そしたらなんか、あの、今日は機嫌悪そうだから来ないみたいな。 はぁ、あ、しかもむしろ俺今日機嫌良かったのよ。うん。で、機嫌悪そうだから来ないとかなって。あの、つ行かないとかなって。はぁ、あ、っていう話じゃん。で、それでもうだるいから、そんな。普通にこっち配信中だし。で、そんなんやられるのめんどくせえからまたブロックし直したの。したらなんかツイッターの DM でさ、さっきツイートしたけど、なんか捨て台詞みたいなぶっかまされて。なんか。こいつどういうつもりみたいな。 で、それでなんか、ふわっちやってるとか言って言うから、ふわっちなんか久々にさ、インストールしてさ、行ったの見に行ったのしたらさ、なんか、あの、お前の、いや、こっち外配信だしなっていう。外配信だし、あのー、何相談突ちじゃねえし、つって。うん。そしたらなんか、てめえの都合なんか知らねえし、つって言うのよ。うん。いや、てめえの都合知らねえんだったら、てめえ、こっちだっててめえの都合なんか知らねえかって。死ねえよ、マジで。 マジで死んでほしい、ほんと、クソみたいなガキ。うん。そう。マジで死んでほしい、アイチとかいう、相打ちとかいうゴミみたいなやつ。うん。マジでほんと捕まりゃいいのにな。一生出てくんな。クソ気持ち悪いうん。でさ、マジで言っとくけどさ、配信会でさ、唯一まともに相談乗ってるの俺だけやん。 で、なんか生半可の、なんつってたっけな俺なんかさっきツイッターにさすがに、も晒さらしたんだよね。普通に相談、普通の相談の人は俺晒さないけど、いや、こいつガチでうぜえと思って普通に晒したんだ、久々に。そう。マジでうぜえ、こいつと思って。さすがに。うん。笑えないうざさと思ってさ。あん。なんだっけななんつってたっけなクソ気持ち悪いクソガキがやうん。え、なんだっけ いや、相談乗れや、豚って来て。うん。まず。いや、まず、その時点でクソキモくないで、それで、生半から気持ちで相談突まちとかやってんじゃねえよ。これこれの金魚の糞。はこれこれと決別したのも2年半前なんすけど。どこが金魚の糞なんすかバカじゃないの、こいつ。うん。いや、薬中で、薬中。それで逮捕されてるから。そう、マンドリル、マンドリル。うん。マジでうぜえなと思って、普通に。か久々にムカついたマジで。うん。 そう気持ち悪いわ、クソガキが、本当にあ。だるい、マジで。あの、口だけクソ人間。本当に。うん。な、マジでやばいよねあ。普通に、そう、捕まってる捕まってるクソカスだから。ゴミみたいな人間だからな、もんあ。そう。マジで気持ち悪いと思ってさ。うん。普通にあ。マジでムカついたんだよね。やばくない言ってること。 言ってるくとクソやばくないガチで。うーん。いや、普通に脳みそ腐ってるからね。で、そこの囲いもクソなんだよね。なんかそこの囲いでさ、なんだっけなぁ、なんとか用なしみたいなやついたじゃん。えーと、なんとか用なしとかいうやつコメント打ってたじゃん。なんか、あのー、そのマンドリルのさ、なんか使いっ走りなのか知らないけど、俺には、俺の配信でわざわざ鳩飛ばしてたやつ。うん。そのガキがなんか匿名コメント打ってたんだよ。あ、そう、久保塚用。 用なしとかいうクソみたいなやつそいつがなんか、えー、こいつ俺の最後の挨拶も無視しやがったしみたいなコメントしてたんだ。え、お前何様っていう話だよね。何お前の挨拶、俺、いちいち挨拶反応しなきゃいけないの気持ち悪い。しねよ。本当に。だからやっぱね、ゴミの囲いはやっぱゴミなんだよね。うん。やっぱほんと確信した、本当に。うん。ゴミの囲いはガチでゴミだってこと確信したわ、普通に。うん。マジで気持ち悪い。 うん、何様でてめえお。いつでもやってやっからかかってこい春カスがよお前、しょうもね。マジでうぜえと思ってさ、うん。シンプルにだるいんだよね。あのゴミみたいなやつ。うん、あいつほんと死なねえかな、ガチで。うん、マジでうざかった、普通に。まあ、今日の昼のアーカイブ見りゃわかるよ、マジで、うん。本当に。そうそう。だからやっぱ常識ね、クソみたいなゴミみたいなやつばっか集まってあそこ 気持ち悪いよ、ほんとに。しょうもねえ。クソガキが。あマジで、やっぱ、ほんとね。やっぱね、あの、性格が顔面に出てんだよね、やっぱ。クソ気持ち悪いから、マジで、うん。なんか、だから、ツイキャスもなんか、バンになったらしいんだよ、マジで。ざまあ見ろって話だよね。ふわっちもバンなれ、マジで。気持ち悪い。ほんと、しょうもなあ。捕まってた、いや、なんか、まってたらしいよ、一時期は。知らねえけど。 マジで。クソ気持ち悪いガキが。死ねえよ、ほんとに。ダールすぎる。マジで。あの、あいちとかいうゴミ、うん。マジでマンドリルみたいな。なんか石膏で、石膏塗り固めたみたいなマンドリルみたいな顔しやがってさ、お前、しょうもね。こ、うんばんは。いや、やばいよね、普通に、うん。いや、てかさ、相談乗ってもらうさ、あの、相談乗ってもらう側の態度じゃないよね。だって、スタバコ送ってきてんだ、ね、よ、こっちに配信中に。しかも外配信で。 やばくない外配信でさ、あの、てめえの都合で相談乗れっつってさ、来てさ、でなんか、あのー、スタバク、なんか既読にならないからスタバク送ったっていう理由らしいんだけどさ、あの、で、それでなんか、あの、いや、ライ、あのー、スタンプ10件ぐらいだから、みたいな。うん。いや、それスタバクだろ、バーカーが。で、しかも自分でスタバクがっつってんだよね。いや、スタバクやってんじゃん、お前、っていうさ、普通に。キモいよね、マジで。うん。まあ、言い分がゴミなんだよね、ガチで。うん。 そうマンドリル、そいつの顔。うん。そう、普通に気持ち悪いなと思ってさ、クソガキが。うん。そう、マジでやばいよね。あてめえの都合で相談乗ってもらえなかったら、スタバックして配信荒らすんだよ。で、それでなんか、ツイキャス A 版食らってるのかんだか知らねえけど、今度はてめえんとこのリスナー使って、俺の配信のコメント欄でさ、あのてめえんとこのリスナーがガタ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 言いに来てんだよ。なんかブロック解除してあげてくださいみたいな。は スタバック送ってきてんの誰だよバーカ配信中によくそが。しょうもねそれでブロックして何が悪いんだバーカー。だったらそいつに反省させるのがまず先だろ、暴言がよ。しょうもねえ。気持ち悪い、マジで。どうしようもないんだよね、普通に。で、最終的に俺が悪いって話なんだよ。やばくないうん。生半可な気持ちで相談とつまちとかやってんじゃねえよ、だって。てめえの都合で、ね、あの、なんだっけ、LINE 来たのもさ、すごいんだよね。LINE 来たのもね、えっ、ー、と、 なんだっけなこいつか。あ、これ中身買ってきたわ。うん。えっとね。で、しかも10件くらい。えっ、ー、とね、相談したいことがありますとか言って。で、なんか20分ぐらいうん。で、しかもまずそもそも、えー、プータンこんにちは、ちょっとだけ相談したいことあります。返信待ってます。まずそもそも俺、この QR コードのところにルール書いてあるはずだけど、返信はしないって書いてあるんだよね。マジで。 こいつクソなんじゃないの本当に。マジでクソなんだよねこのゴミみたいなやつ。変身しねえって書いてあるのに。変身待ってますっつって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18件スタンプ連投されてさ。マジで。1分間に。うん。1分間に18件のスタンプバババババ,バって送られて、うざっと思ったからブロックしたのよ。 普通に。こっち配信中だぜ。しかも外で。外配信だよ。うん。マジで。やばくないで、それでマジで、あの、ブロックしたら、なんか今度てめえんとこのリスナー使って、俺のコメント欄さ、あのー、相打ちのブロック解除してくださいみたいなさ。はぁ、あ、知るかよ、カスガえバカじゃねえのふざけやがって。で、それで、あの、いや、解除しねえって言ってたの、俺。で、それが、もうしつけえから、ね。もうしつけえから俺、 ブロック解除してやったの優しくない普通に。で、ブロック解除したら、死んで解除してしばらく待ってたんだよな。10分15分ぐらい。そう。10分15分ぐらいが、あの、まだかよ、つって。うん。まだかよ、とつ、つって。そう。しかもそう。俺、車に乗ってたからね。いや、運転してたのはうちの運転手だけど。そう。ほんでさ、それで待ってたのそしたらなんか、今日は機嫌悪そうなんで、あのー、またの機会にお邪魔します、みたいな。 あ、機嫌悪そうだからまたお邪魔させていただきますって LINE 来たのよ。で、はなんだこいつってなって。てめえの都合で、あのー、スタバク送ってきて、で、その後さ、あのー、おめえのわがままに付き合って俺ブロックまで解除したら今度はさ、しばらく経ってからさ、え、てか5時半、5時33分に、17時33分にスタバクが来て、で、18時8分だよ。 30分ぐらいやってんだ、ね、よ、これ。マジで。18時8分にさ、またお邪魔させていただきます、みたいな。おうん。でね、なんか、それでさ、あの、またさ、もう、うざっつってブロックしたの。おうん。したらさ、なんか、DM で今度、さっきあの、ツイッターにツイートしたやつのスクショそう。いや、マジやばくない普通に。こいつ。マジでクソかよ、この楽器。マジでよ。 何30なのっつうかもうやばくない普通にうんマジで草吸ってるやつってほんとしょうもないよねやっぱ日本で草吸ってるやつほんとしょうもないガチでまともなやつ見たことねえよ日本で草吸ってるやつの中でしょうもなマジでうんいい年こいてふざけやがって気持ち悪いなほんとにうんマジでうん そう、しょうもない。30代確か。ああ、確か30つってたけどね。さっき誰かコメントが。うん。マジでキモくね。うん。やばすぎ。普通に。どう考えても行かれてで、俺が悪いことになってんのよ。いや、お前悪くないっていう。全面的にお前悪くないっていう。普通に。1ミリも俺の悪いところ見当たらないんだけど、普通に。行かれてるよね、ガチで。 うーんそう。マジで脳死。普通に。あ、脳死って言っちゃいけないんだ。言うのやめるっつったんだ俺。あそうだ。ごめんごめん。そう。マジでしょうもないよね。ガチで。ああいうちとかいうゴミ人間。普通に。死にさらせ、本当に。マジで。うざ。シンプルにうざい。な、いや、そうだよな。俺1ミリも悪くないよな。そう。 にもかかわらず、奴らと、奴と、奴の囲いの中では、俺が悪いことになってんの、一方的に。俺が悪い人みたいになってんのよ。やばくない普通に。行かれてるよね。うん。普通に、シャブ中、マジで。シャブ中なのかななのか知らねえけどさ。シャブもやってるみたいな話聞いたけど、俺は。うん。やばくない,いそうだよな。ブロック解除までしたんだよ。スタバ、配信中に。あの、スタバコ送ってくるようなチンパンジーのさ。 ラインを。おうん。普通にやばいよね。マジで。お、なんか、で、なんか気持ち悪いさ、なんかもう、ツイキャス、番になったらなんだか知らねえけどよ。ほんで、なんか、あの、ふわっちに逃げて、なんか、ふわっちでなんかう、うじうじやってるらしいんだよ。なんか、ょっちあれな、マジで。うん。あいちの囲いなんか、喧嘩と使い祝いの底辺ばかり。<laughs> まあ、あ相打あちとかいうやつが、まあ、そもそも底辺だからな。普通にな。 しょうもね、マジで。ゴミみたいなやつ。しねえよ、本当に、うん。気持ち悪いから。マジ。も,だも、もし、ふわっちのアプリ持ってるやついたらさ、あいちとかいうやつやってたら通報しといて。俺さっき通報したからね、普通に。うん、ガチで。マジ、決めえ普通に。ガチ決め。うん。えっと、う ID、えっと、うん。ID、えっ、ー、と、 またこれやんなきゃいけないう。そう、普通にクソキモいんだよね。なんかフワッチやってる今あ。誰かフワッチ持ってるやついるあってかまあ、フワッチはもうアンインストールした方がいいよ。<laughs> マジで。ちょっと待って。よし、OK。おい、ついた ツイッターのパスワードマジで長すぎるんだよ。いや、なにこれログインできないんですけどバカじゃないのあ、これか。あ、これか。違った。違うとこ、違うとこからログインしようとした普通に。マジでうぜえ、このクソガキ。ああ。 死ねえ、ほんと。いや、でも、こいつ、マジで、ほんと死んだがいこういうやつは。うーん。ほに。どうせ、お前、ろくなことを起こやらねえんだから。よし、オッケー。これでいける。これでいけるはず。おし、った行った,行ったうん、行ったわ。<laughs> うち、ごめん。あのー、なんだろう。 あの人、なんてったっけビッグダディって、ビッグダディって、ふわっちやってるの <laughs> えビッグダディって、ふわっちやってるのそうなんだね。そうなんだね。ビッグダディって、 ふわっち、<laughs> モモナナは閲覧66でふわっちやってるんだね。うん <laughs> うん、<laughs> そうなんだね。あなんだろう。え、なんかすげえエロい人いるんだけど。え、なんかエロい人いるんだけど。え、なんエロあエロいんじゃなくて頭タオだった。うん、サムネだけだった、エロいの。エロいのサ,メサムネだけで、あとはもう頭おかしい人だった、普通に。ちょっといるあの、なんだっけ、相打ちとかいうカス。 えっと、ああいうち。え、いないわ。うん、いないわ。うん、死んだわ、うん。こいつ死んだ。普通に。気持ち悪い。こいつ神奈川県に住んでんだ。気持ち悪い、こいつ。マジキモいあ打ちとかいう、ゴミ。死ね。うん。今やってねえわ。うん。じゃあ、とりあえず通報しといて、アカウントのこと。アカウント通報できんのかなうん。 ガチでこいつもう配信する場所全部しないぼうんでとりあえず通報しといてなんかあの俺のこと暴言吐きまくってたからさ、うん、マジこのアカウントであと薬物薬物しようっつってうんマジで通報しといてうん相打ちねはいこのアカウント通報はい通報ねはい通報するえっ、ー、と理由えー、誹謗中傷えー、えー えっと、誹謗中傷と薬、薬物使用。はい、通報。はい、っていうね。よろしく。マジで通報しといてこ、この相打ちとかいうチンカスマジであ。全部こいつの配信サイト全部潰してやるわ、マジで。うん、ほんとにショーもね。マジで終わっとう。ヘズマ嫁ふわっちやってんのヘズマの嫁。 24人でふわっちやってんの嘘でしょえっふわっちどうなったのねえ <laughs> いやふわっち何が起きてんね <laughs> 彼女にプロポーズしますっていう瀬戸くんっていう瀬戸くん瀬戸くん瀬戸くん肉まんみたいな顔してるけど メガネが食い込んどんねん、肌に。この下のフレームの、ここが食い込むならわかるんだけど、ここ食い込んでんねん、顔に。いや、これ見たいけど、多サイトだからこうやって見せるわけにもいかないんだよな。なんとなく。うん。いや、瀬戸くん彼女いるの カジュースのプルがなんでそんなわら、面白かったのカジュースのプル何がおもろいねそれ、うん。ちょっと、マッチち、ちょっとやばいな。久々に俺今、今日インストールしたけど、マジで、えあ、違うよね。あ、違うよね。あ、違った。おー、化けンみたいなやついるな、16人で。 閲覧16、バグ酒を飲むんだ、空港にゃん。すげえブスなんだけど、サムネイル。サムネイルでこの、いや、谷間出してるけど、全然、これで興奮するやつどうなってんねん、マジで。きったれーな、んか。おんじゃ、これ。お酒ちゃん、潔癖症の女。でも、お前の顔は、不、不っていう。<laughs> 潔癖症という割にはお前の顔面ちょっと不潔っていうね。何が起きてんねん、こいつら。おい。マジか。ふわっちえぐみざわだな。ガチで。